はい、やってまいりました。ダルビッツ競馬コーナー行きたいと思います。はい、はい、えー、もう g1 シリーズ春のね。真っ只中。今週末行われるのは？ 熱き女の戦いです <laughs>、はい、ビクトリアマイルという g 1東京競馬場しわの 1600m に16頭今年メンバー揃いましたもう、はい、競馬ファンの中でもこのビクトリアマイル史上一番レベル高いんじゃないかと<ー>本当にいいメンバーが揃ったなっていうような、えー、そういった女性たちが集まっています、はい、人気をその中でも集めそうなのがスターズオンアースというルメール騎手が乗る馬去年の牝馬2冠今年も春初 戦の大阪杯という G1、ね男得馬相手に2着と 2> まあ強いですよ。そしてもうアイドルソダシ、白毛のアイドルもうねけ構わかんないけどソダシって聞いたことあるななんか白い馬なんでしょうみたいなね、はい、ソダシちゃんが出ます<ー>ねえ5歳の牝馬女の子になりましてねえまあ。 今年初戦なんですけどね、非常に状態も良さそうなんで、はい、やはり人気を集めるんじゃないかなと、えー、初めてね、パートナーが変わるんですね、レーンさんという、うん、外国人ジョッキーが乗るんですが、はいはい、そのあたりがどうかというのもあるんですが、まあ、どこから狙ってもいいんじゃないかなというぐらいの好メンバー、はい、さあ<ー>、その中で、はい、田村美ミさん、<laughs> よろしくお願いしますえっと、三日劇場で、今日は東京リベンジャーズ映画を紹介したんですけれども。はい リベンジをしてもらおうということで<う>去年のビクトリアマイルに出走した、はい、お馬さんが4頭いると水野さん教えてくれますその中の1頭<う> 1> ソングライン来ましたソンングラインにリベンジを果たしてもらおうと思います。なるほどはい いや去年はね5着それこそ去年勝ったのはソダシだったんですけどねでもねこの村ぐらいはその後の安田記念っていう g ン勝ってんですよ男を相手にここでもうリベンジは果たした可能性がいや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 女の子相手にねそういうことにしましょう1年越しでねそういうことでなるほどなるほどねリベンジにかけるでもなんかで戸崎啓太騎士乗りますけどそうですうんジく君 <laughs> なんか登場人物でいるんでしょ。<回>東京リベンジャーズのそうなんです。<ぁ>今回えっ、ー、と新キャストとして登場する、うん、バジケスケという役、はい、村上二郎さんが演じた。そう,そうあ違います。えっ、ー、と長山健太さ,さんの演じている、はい、バジケスケという役柄の人が出てくるんですけれども、うん、ケスケのケの字がね入ってるんですね。戸崎 けい、そうですね。さんのけは。土二つのね。そうです。馬事啓介のけです。なるほど。<laughs> リベンジャーズ馬券。リベンジャーズ馬券。どうなるかってところですね。はい。 私、美香さんね、春の g ねあの1投上げてね、はいえー、着順を、えー、当てるので、争ってんですが、はい、先週はね、えー、美香さんのエイアンが9着、ーー私のカレロ・ベローチが5着ということで、あ<ー>まかろうじて私が上回ったかなっていうぐらいで、現在通算春は4勝2敗という戦いで、ちょっと私がリード、はい、で、その中で私は今回は、ちょっとね、あんまり人気ないのかなと思うんですが、3番に入りました、はい、サウンド・ビバーチェという馬を狙いたいと思います。はい 今ノリに乗ってます乗ってる前奏ねいい勝ち方したんでちょっと勢いのある女性にそれかけてみたいなとはい思いたいと思いますで森さんですよ森アナウンサー先週ね三等推奨の中の一等のシャンパンカラーという馬が優勝した一位になりましたなったんですよさあその森アナウンサーは本命ダシ。 やっぱ大ファンで憧れの馬だということでレーンさんで、ね、乗る騎士も森アナ好きだということで16番枠一番外に入ったんですが<ー>これがどうかっていうのもあるんですがかえってプラスに働くかもで対抗がナミュールという馬ですね<タッ>森アナしっかり調べて<ー>同じ、ね、東京競馬場の芝 1600m の東京新聞杯という、ね、春のレースで。うん えー、しっかり2着に入ったとで、えー、横山武史騎手ね同じ騎手がずっと乗ってるっていうのも好材料とナミウールこの馬もねずっと g 1勝てる勝てるって言われてるんですけどなかなかあと一歩で勝てていないという素質馬で<ー>それこそここでリベンジというか<ら>果たすかもしれないなんとお前らひよってんじゃねえよとひよ <laughs>、えー、ってんじゃねえよナミウールがあるかもしれないと<ー>でえー、ともう一投挙げるとララ・クリステインと。 いう馬を挙げましてえっと、ね、この馬もね菅原明っていう騎士が乗るんですが、はい、ずっと乗ってんですよね8番に入りましたつまり森さんはずっと同じパートナー,ー、えー、の,ーのーいいんじゃないかということでうー、えー、もう全く美香さんとは違う角度から、えー、予想してくれてると <laughs> う、ねえー、いうことなんですがさあどんな角度からでも楽しめる競馬だ。でうん メッセージ、はいえー、手い肉のムームーさん、初メールで、思<ー>い切って競馬部のバスツアー申し込みましたって。 お一人参加ですがよろしくお願いしますということでどうもありがとうございます6月10日開催の、ねえー、日高の牧場巡りツアーはいあのー、これね結構申し込み多くなってきてて本当に残りちょっと本当にわずかになってるようでお一人様でも本当大丈夫ですからもう堀内さんと私おもてなしさせていただきますんで是非 HBC トラベル HBC トラベルのホームページからご応募いただければと思いますはいというところで楽しくいこうぜ